4月1日の星座別運勢ランキング第1位乙女座。ささやかな観察力で運命を切り開く乙女座のあなたは、ささやかな観察力を持っています。周囲の微細な変化に気づき、それを生かして運命を切り開くことができます。今日は特に直感が冴え渡り、大切な決断をするタイミングです。自分の直感を信じて前進してみてください。第2位お羊座。勇気と情熱で運命を駆け抜けるお羊座のあなたは、勇気と情熱にあふれています。困難な状況でも決して諦めず、前向きに進む姿勢があなたの運命を駆け抜ける力となります。今日は大きな目標に向かって一歩踏み出す日です。自分の熱い情熱を信じて思い切り行動してみてください。第3位双子座。知識とコミュニケーションで運命を広める双子座のあなたは、知識とコミュニケーション能力に優れています。周囲の情報を収集し、それを自分の意見やアイデアに取り入れることで運命を広げることができます。今日は積極的に人との交流を図り、新たな発見やチャンスをつかんでみてください。第4位天秤座。バランス感覚で運命を調和させる天秤座のあなたは、バランス感覚に優れています。物事を公平に見極める能力があり、それを生かして運命を調和させることができます。今日は自分の考えと他人の意見をバランスよく取り入れることが重要です。心地よいバランスを保ちながら進んでみてください。第5位獅子座。自信と信念で運命を燃やす獅子座のあなたは、自信と信念にあふれています。自分の力を信じ、困難な状況でも諦めずに前進することができるでしょう。今日は自分に自信を持ち、自分の信念を貫いて行動してみてください。きっと運命が燃え盛るような素晴らしい出来事が待っています。第6位手座。幸運の風、微笑む運命。伊手座のあなたは、幸運の風を受けることができるでしょう。微笑む運命があなたを導き、新たな出会いやチャンスが訪れることでしょう。今日は運気が高まっている日ですので、積極的に行動してみてください。ラッキーアイテムは天然石のブレスレットです。第7位水瓶座。想像力と直感で運命を導く水瓶座のあなたは、想像力と直感に優れています。独自の視点やアイデアを持ち、それを生かして運命を導くことができます。今日は自分の直感を信じて行動してみてください。新たな発見や創造的なアイデアがあなたの運命を大きく変えることでしょう。第8位魚座。感受性と直感で運命を感じる魚座のあなたは、感受性と直感に優れています。人の気持ちや状況を敏感に感じ取ることができ、それを生かして運命を感じることができます。今日は自分の感受性に素直に従い、直感を信じて行動してみてください。運命の流れに身を任せることで、素晴らしい出来事が訪れるでしょう。第9位ヤギ座。努力と忍耐で運命を切り開くヤギ座のあなたは、努力と忍耐力に優れています。目標に向かって着実に歩みを進めることができるでしょう。今日は根気強く取り組み、自分の目標を達成するために努力してみてください。その努力があなたの運命を切り開く力となることでしょう。第10位サソリ座。洞察力と決断力で運命を導くサソリ座のあなたは、洞察力と決断力に優れています。深く物事を見極め、的確な判断を下すことができるでしょう。今日は自分の洞察力を信じて、大切な決断を下してみてください。運命があなたを導くことでしょう。第11位牡牛座。忍耐力と安定感で運命を守る牡牛座のあなたは、忍耐力と安定感に優れています。困難な状況でも冷静に対応し、安定感を持って行動することができるでしょう。今日は自分の信念を持ちながら、じっくりと取り組んでみてください。運命があなたを守ることでしょう。第12位蟹座。感受性と思いやりで運命を感じる蟹座のあなたは、感受性と思いやりに溢れています。人の気持ちや状況に敏感に寄り添い、思いやりの心で接することができるでしょう。今日は自分の感受性を大切にし、他人とのつながりを大切にしてみてください。運命があなたに感謝の出来事をもたらすことでしょう。